ほんま大丈夫か？学校休んだ方が良かったんちゃうか？大丈夫。変な夢見たからお休みしますなんて先生に言えないよ。今のさくらは夢くらいとかいう状況ちゃうんや。魔力で見た夢かもしれんし、このことまださくらには言わん方がええと思う。さくらが自分でカードを作ってることをエリオルが言わんかったんは理由があるんやろ。通信手段がない今、それが何でかは確認でけへん。けどエリオルはさくらのためにならんようなことはしない。ああ、それとエリオルんちが一回潰れて遊園地になっとったんはみんな知っとったけど、もう一回同じ家が建ったことを誰にも疑問に思わせなかった。魔術師のことは？まださくらには何にも仕掛けてきてへんからな。それにさくらとアキホほんま仲ええねん。警戒させるのがええことなんか。今は伏せよう。その代わり主のそばを決して離れるな。離れへんけど、怖い夢まではどうしようもないしな。それにもしかしたら予知夢の可能性も。え、大丈夫？え、元気ないよ。いやー、元気元気。強いて言えば小腹が空いたかな。朝ごはんおにぎり5つも食べたのに。育ち盛りやから。ドリーム、夢ですね。悪夢だと A bad dream、 白日夢は A waking dream。 これは空想という意味でも使います。あと英語でも寝ながら見る夢と心に描いた夢、どちらの意味もあります。また夢、願望は別の英語でも表せますね。ミスキノモト、わかりますか？ホープ。Exactly。さすがさくらちゃん。